皆さんこんにちは、エルザです。今回は当たり判定から見るトラストの縦と横打ちの使い分けとなります。トラストを使っていると縦打ちと横打ちの当てる幅って結構気になりますよね。3本当てないと1角も取れない性質の上、縦と横の優位性を理解するのはとても大事なことかと思います。ということで今回はクラブで協力をしてもらって当て幅の確認をしてみましたので、その紹介をしてみたいと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。最初は当て感の基本となる人以下状態の当たり判定を見ていきたいと思います。まずは人状態の当たり判定ですが、こんな感じになります。横幅が3本ギリギリで、縦に対しては少し余裕がある当たり判定となります。高さを変えた場合は縦幅が狭くなり、横幅はそのままとなります。続いて以下状態ですが、正面から見た当たり判定はこのようになっています。人状態よりも横に広くなっています。縦に関しては見る角度で変わる部分ですが、縦打ちよりも横打ちの方が当てやすいっていうのがわかりますね。また上から見た時はむしろ横幅が増えて当てやすくなったっていうところがあります。ではここまでまとめてみましょう。まず人状態の場合は縦幅が広いので縦打ちが有効、以下状態に関しては横幅が広いので横打ちが有効となります。人状態はスピナーやチャージャー、ジャンプ打ちを多用する相手に対して有効ですね。潜伏や以下状態を対応する前衛には横打ちの方が当たり判定の広さから有効となります。まずは狙う相手によって切り替えをしていきたいところですね。続いてはマップのオブジェクト別で当たり判定を見ていきましょう。まずは段差上に敵がいた場合で見ていきたいと思います。今回はこちらが下にいる場合で試します。まず段差上に立っている場合ですが、相手の当たり判定は角度がついた分だけ高さの当たり判定が小さくなります。直接狙う場合は角度がついてないなら縦打ちで、角度がついているなら横打ちの方が有効になるっていう感じですね。ですが注意するべきは相手が以下状態の時です。足場が濡れないような段差の場合は上の当たり判定が以下状態の2倍ほどとなっています。ですがインクに潜伏できる際はほぼ壁に密着した当たり判定となるため、一角を狙うこと自体がとても難しい状況となります。このことを考えると段差があるところに横打ちで威嚇する方が当たり判定としては有効になっているっていうのがわかりますね。ただし局者を狙うのであれば縦横どちらでもいいのかなと思います。では続いて壁に立っていた場合で見ていきましょう。壁に立っていた場合は出ている幅だけ有効になるので縦打ち一択となります。壁際に対して局者ができないようであれば壁打ちで狙うことが基本になりそうですね。このあたりはチャージャーと動きが似てますね。でここまでまとめると、段差に関しては角度によるが横打ちが有効、壁裏に関しては顔出ししながら縦打ちが有効となります。どちらとも体をさらす部分が狭くなるので、上下なら横打ち、左右なら縦打ちという感じで攻撃するのがいいかと思います。もちろん局者で狙えれば問題はないんですが、ダメージを純粋に与えるならこの打ち方でもいいかと思います。最後は一部スペシャルに対しての当たり判定を見ていきたいと思います。まずジェットパックについてはこの判定となっています。人状態ではありますが、通常よりも横と縦に広くなっており、当てやすくなっています。横打ちが当たりやすいっていうのはこのためですね。やけにジェットパック当たるなと感じたのはスペシオによる当たり判定拡大が原因だったようです。続いてカニタンクを見ていきましょう。当たり判定はこんな感じになっています。当たり判定としては顔しか出ていないので、正面の場合は横打ちでもかなり難しくなっていますね。ただし角度をつけた場合は縦にも当たり判定が伸びていきますので、意外と当てやすいっていうのがあります。ただ縦打ちが完璧に決めれるわけではないので、攻撃をするのであれば横打ちを意識するのがいいかと思います。今回の当たり判定から見るトラストの縦と横打ちの使い分けは以上となります。直線的に攻撃を当てるときに絞って今回話をしてきましたが、なかなかどちらも当たるんだなっていうのが正直な感想ですね。ただ敵の角度を意識すると当てやすさっていうところが大きく変わるなと思います。効率よく当てることができればそれだけ相手にとって脅威になりますので、気をつけたいポイントというところです。
また曲者の当て感に関して言うと、上からの当たり判定は正方形に近い状態となるため、ピンポイントで当てる必要があります。当て打ちと横打ちどちらが有効かと言われると、角度がつく分縦の方が有効かなと感じます。基本矢は弧を描いて飛んでいきますからね、斜めに当たることを意識すると縦の方が当たりやすいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。